皆さんこんにちは。プロ野球選手でおなじみの田中将大さん、巨人移籍、楽天が無償トレードでの放出を決めた理由、巨人が不良債権を引き取る理由といった様々な謎について紹介します。まずは田中将大の経歴とプロフィールから紹介します。田中将大は兵庫県伊丹市出身のプロ野球選手、右投右打ち、東北楽天ゴールデンイーグルス所属、野球の連続勝利のギネス世界記録保持者、2013年に NPB 史上4人目のシーズン勝率10割を達成している、東京オリンピック野球金メダリスト、2021年の推定年俸9億円は NPB 史上歴代2位の年俸である。2014年から2020年までは MLB でのプレーに伴い活動拠点を北米に移し、現地の代理人はエクセルスポーツマネージメント社となっていた。現在プロ野球リーグ通算197勝を挙げており、日本プロ野球名球会の入会条件の200勝まであと3勝である。兵庫県伊丹市出身、伊丹市立金曜里小学校1年時に軟式少年野球チーム金曜里タイガースで野球を始め、4番捕手として坂本勇人とバッテリーを組んでいた。打撃練習では左翼方向への本塁打を連発し、同じ方角にある校舎の窓を直撃したことが何度もあったという。小学校時代の最高成績は6年時の県大会準優勝。伊丹市立松崎中学校時代にボーイズリーグの宝塚ボーイズで硬式野球を始めると、強肩を買われて投手も兼任するようになり、3年時には関西南選抜チームに選出された。2004年、駒沢大学附属苫小牧高等学校入学、1年秋の明治神宮野球大会では背番号2の正捕手であった。1回戦の新田高校戦では捕手、準々決勝の羽黒高校戦では投手で出場している。2005年、2年夏の第87回全国高等学校野球選手権大会ではチーム最多となる25回3分の2を投げ、チームも大会連覇を果たす。決勝戦で優勝を決めた最後の1球は2年生では史上初の 150km 毎時を計測した。大会後、AAA アジア野球選手権大会の日本代表に2年生では堂上直道と2人だけ選出され優勝。秋から甲田義文が監督に就任後初のエース兼主将となり、秋季北海道大会では道場を参考にフォーム改造した。打撃でも決勝を含む5試合中4試合で本塁打を打つなど活躍。決勝では過去最多の13点差で優勝した。その後行われた第36回明治神宮野球大会でも北海道勢として初めて決勝に進出して優勝し、第78回選抜高等学校野球大会では優勝候補に挙げられていたが、部員の不祥事により出場辞退となった。2006年、史上2校目の夏3連覇がかかった第88回全国高等学校野球選手権大会では大会直前から体調を崩したが、チームは決勝に進出。早稲田実業学校高等部との決勝戦では3回途中からリリーフ登板して延長15回まで1失点、チームは1対1で引き分け、37年ぶりの決勝引き分け再試合となった。再試合でも1回途中から登板し、7回3分の1を投げ3失点に抑えたが、チームは3対4で敗れる。自身が最後の打者となった。甲子園通算成績は遥か12試合の登板で8勝無敗だった。大会後は日本高校野球選抜としてアメリカ遠征に参加した。9月25日の高校生ドラフト会議では、北海道日本ハムファイターズ、オリックスバファローズ、横浜ベイスターズ、東北楽天ゴールデンイーグルスから1巡目指名を受け、抽選の結果楽天が交渉権を獲得。11月2日に楽天と仮契約を結んだ。背番号は18。9月30日に開幕した秋の野次菊兵庫国体では1回戦で13奪三振無失点に抑えるなど、決勝までの3試合に14イニングを無失点で抑えるも、10月4日の早稲田実業高等学校との決勝戦では甲子園でも投げ合った斉藤佑樹に敵地打を打たれ0対1で敗れ準優勝。高校時代の公式戦通算成績は57試合の登板で35勝3敗。
計329回3分の2を投げ、防御率 1.31、 奪三振数は横浜高等学校の松坂大輔を上回る458奪三振を記録。周囲からは怪物世代最強エースなどと評された。記事によると重装本であるが、田中本人によると17本とのこと。2021年1月28日に東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を発表した。2年契約で推定年俸は9億円プラス出来高払いとなり、日本人史上最高年俸となった。背番号は18。開幕第2戦に先発を予定していたが、3月25日に右ひらめ筋損傷と診断されたため登板を回避した。9月10日の対ロッテ戦では佐々木朗希と初対決。田中は8回120球に失点、佐々木は8回99球に失点とお互い勝ち負けはつかなかった。結局レギュラーシーズンでは規定投球回に到達し、防御率はリーグ5位となる 3.01 を記録したものの、4勝9敗と負け越した。オフに現状維持となる推定年俸9億円で契約を更改した。2022年は開幕から先発ローテーション入りし、5月3日の日本ハム戦で史上181人目の NPB 通算1500投球回を達成。5月10日対ロッテ戦で9年ぶりの完封勝利を挙げる。8月30日に登録日数が9年に達したため、自身初めて海外 FA 権を取得した。最終戦の10月2日のオリックス戦で5回2失点でパリーグ単独最多の12敗目を喫し、9勝で2桁勝利に届かず、25登板で9勝12敗、防御率 3.31 に終わった。オフの11月9日に取得した海外 FA 権を行使せずに、楽天と再契約を結んだことを発表した。推定年俸は4億2500万円減となる4億7500万円となった。ある球団 OB は、田中をめぐってはこのオフ、他球団への移籍説が浮上していましたと、こう明かすのだ。年俸の大幅減が確実視される中、球団との交渉次第では田中が自由契約を要望して他球団へという可能性がゼロではなかったというのです。実際某他球団が田中サイドと接触したとの話も聞きました。楽天としては大功労者である田中が他球団へ流出することになれば、イメージダウンは必至。何が何でも避けたかったはずです。もっとも今の田中を楽天のように2億6000万円もの年俸を出して取りに行く球団があるとは思えません。実力はもちろん、その素行も問題視されている。安楽のパワハラ問題では、可愛がっている後輩の愚行を認識していたかどうかはともかく、チームの顔として後輩をリードする立場にありながら結果として放置したに等しい。田中の存在は楽天にとってマイナスなのですが、かといって放り出すわけにもいかないのです。また楽天の安楽智博による後輩へのパワーハラスメントが発覚し、それに加担していると強く疑われているのが田中将大だ。あるテレビ局関係者によると、楽天は補強が思うように進んでおらず、このままでは来季から指揮する今江俊明新監督も3年連続となる B クラス必至の情勢で、回避には長距離砲の内野手が不可欠です。今後2年間年俸3億5000万円を払う必要はありますが、ビシエドは NPB 在籍9年目で日本人扱いとなるため、起用法の制約が大幅緩和されるのが魅力です。年俸、選手の核を考えれば田中とおおむね釣り合いが取れており、なおかつ両球団は昨年も涌井秀明、阿部俊樹の大型トレードが成立していて関係は良好。立浪和義監督にとっても起用の優先順位が下がったビシエドを厄介払いするには最適な手段となる交渉がまとまれば、世間が大注目する電撃トレードになります。膝の状態が万全ではなく、143試合フル出場するのは厳しい。中田を休ませながらビシエドを使うという傭兵も考えられるが、ビシエド自身も指名打者性があるパリーグに移籍すれば活躍の場が広がるのは間違いない。なお楽天イーグルスを激震させた安楽智博のパワハラ事件に巻き込まれ、謝罪コメントを出す羽目になった田中将大だが、この球界の大スターの去就をめぐってはシーズン中から様々な憶測が飛び交った。
パリーグを取材するスポーツ紙ベテラン遊軍記者は、田中が置かれている現状を次のように説明する。昨年の年俸9億円から大幅ダウンとなる4億7500万円で1年契約を結んでいます。本来ならさらなる大幅ダウンの可能性があったわけですが、球団としては残り10勝に迫っていた通算200勝フィーバーを目論んでいたため、その程度のダウン幅で収まりました。ところが今季の働きを見る限り、費用対効果が悪すぎる、完全に不良債権化しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。